でこちらがベテランの寺戸、新鋭の草壁がこちらです。意地があります。超えてやろうという気概があります。55キロの戦い、初代王座決定トーナメント1回戦、三冠王寺戸にフックから左、青いグローブはシュートボクシング王者草壁。いや完全に中村さんも勝負をかけてますよね、はい、そうしなければお互いが倒せないと判断している。今度は顎先へ崩れた、ノーダウンです。ダウンではありません寺戸。中村さん、はい、寺戸が圧倒的な危機を迎えています。あ、また効きましたね、バスケットは。ボディボディ顔面ボディ、左ミドル、何とか身を寄せて逃れようとする赤寺戸。でもそこに今度はパンチ、追撃になる。そして中村さん、はい、冷静さも失われていますので、ね、左も敵戦の言う寺の圧倒的に追い込む草壁。中村さん、はい、こんな寺の姿、いやもう 見たことないですね。ここのところ見せたことがありませんでした、リング上。挽回するには何がありますか。いやもう寺戸選手前に出るしかないですよ、これはもう。さあ前進寺戸、右のストレート、どんな体勢からでも草壁の攻撃が飛んできます。ボディから左、バックスピン、もう何度目の回転か、さらに追撃、引き寄せての首相撲からの攻撃はいけません。まあ、草壁選手も逃げ切るなんてつもり全くないですね、これ。そうなんですよね、はい、寺戸足を止めて打ち合おうとするか、草壁が応じたか、応じたがダウンではありません。これもダウンではありません。さらに左、はい、拳、足、あらゆる角度から寺戸が、ああまた体の軸が触れるようになる。でも前に出てくる、前進をやめなかった王者に攻撃を止めなかった草壁。いやーこんな寺戸の姿は実に久しぶりに見ました。中村さん、すごい戦いでしたね。いや言葉が出ないですね。このバックスピンキック、本当草壁選手のボディへのバックキック100発100中で、いやボディへの攻撃で倒れることなどほとんどなかった寺戸です。さあ判定です。ジャッジは27対24、青草壁。ジャッジは27対24、青草壁。27対24、青草壁という判定3対0で勝者青が草壁いいな。お聞きの通り絶対王者を下しました。シュートボクシング王者が2冠目を狙っての激烈な勝利です。草壁龍也、中村さん、はい、この喜びも分かります。いやリプレイをご覧いただきますけれども、ただ勝つだけじゃなくて真っ向勝負の末に本当にこう、打ち砕いたというか、はい、投げ倒したそんな試合でしたからね。寺戸がこういう試合を今まで見せてきたんですよね、はい、もうすでにリング
ングを後にしています寺田信近。そうさせたのはこの草壁龍也です。中村さん、はい、しかしこの草壁という選手もどこまで伸びるのかという存在ですね。そうですね、現在最強だと目されている寺田選手に、これで勝ったわけですから、はい、もう一躍トーナメントの優勝候補と言っていいんじゃないですかね。